んにちは、おばらんです。今日はクリアとブルーの色味がとっても綺麗なアクセサリーのパーツを作りたいと思います。今回のワイヤー処理もとっても簡単で、色味も一色の色味で作るので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤ブルー、バイオレット、バジコさんで購入したソフトモール丸プレートです。今回は少し大きめの 30mm を使っていきたいと思います。そして今回形を作るのはシルバーのワイヤーです。いつもゴールドを使いがちなので、今回は新しくシルバーを買ってみました。そして今回装飾として使うのが、アメリカの手芸屋さんで購入したゴールドの石っぽいものをクラッシュしたようなものです。パッケージにはゴールド&シルバーフレークミックスと書いてありました。まずはワイヤーを5センチくらいにカットします。そしてワイヤーの中心部分に爪を当ててグッと折ります。こんな感じに半分に折れたら、ペンチの先を使ってこの先っぽを潰します。潰れたらこの先をまた戻します。これでほぼ完成です。あとはこの先を少し中に丸めて、形を整えれば花びらの形が1枚できました。そしてこの先っぽをカットします。花びらが1枚できたら、もう4枚作ります。こんな感じで5枚の花びらを作りました。花びらの大きさはこの真ん中の3つは大体同じなんですけど、この両サイドは少し気持ち小さめに作りました。このバランスだとさっき作った丸の中に綺麗に収まるので、大体これぐらいの形がベストかと思います。それからお花の中心になる部分のワイヤーを作ります。今回はこれに少し大きめの曲線を作りたいので、今回はこれに巻きつけます。ここにお花を乗せるので、この台に合わせてカットします。
ということで今回は透明の丸い台座の上にワイヤーで作ったお花を飾ってみました。今回の着色のポイントとしては薄く作った色を何度も何度も重ねることでこの色味を作りました。横から見るとかなりぷっくりしてます。デザインもお花全体をこの丸の上に乗せるのではなくって部分的にお花を上に乗せてみました。あとはこういったイヤリングパーツを後ろにつけてあげても可愛らしいと思います。土台のクリアの色とこのブルーの淡い色味がとっても夏らしくて可愛らしく出来上がりました。紫の色違いもとっても可愛らしいと思います。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また夏らしいピアス、これからもたくさん作っていこうと思うので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。